ユーロスターイタリア、ユーロスターイタリア、トレニーユーロスターイタリー、イエスはイタリアを走る高速列車。かつてはイタリア国鉄、フェロビダロストと、現在は民営会社であるトレニタリアが運行する。イタリア語では、エウロスタルや、エウロスターと発音する。イタリアに存在する高速新線、トブを 最高速度250時速 300km で走行する列車。車両の総称で当初はペンドリーノと呼ばれていた。英仏間を結ぶユーロスターよりも歴史は古い。運行開始当初は先頭車の形状が日本の新幹線霊軽電車を彷彿とさせる振り越し機車両であるイター450が使用されていた。ディレッティ島区間を中心に主要都市から地方都市まで まなく路線網がある。ペンドリーノからユーロスターと名称が変わった1996年頃には一等車、二等車ともに飲み物や軽食のサービスがあったが、現在坂のサービスは一等車のみのサービスとなっている。また一等車では新聞を無料で配布もしている。2001年頃までは自由席も連結されていたが、現在では全車全席指定席となっている。 座席等級は一等車と二等車の二等級であり、一等車と二等車の間に挟まれる形で、座席が予約制の食堂車が連結される。トーマス・クックなどの鉄道時刻表では、ES の表記がされており、他の列車と区別されている。イター500デビュー当初、ユーロスターの名称を巡りへ二間を結ぶ、ユーロスターと対立したが、結局イタリア側が譲歩して、 ユーロスターの前に、イタリアを監視現在の名称となった。2008年12月のミラノ・ボローニャ間、高速新線開業に伴い、トリノ・ミラノ及びベネツィア・パドバからボローニャ、フィレンツェ、ローマを経て、ナポリに至るイタリアの回路区間を走行する列車には、ユーロスター、イタリア・アルタ・ベロチタ、ユーロスター、イタリア・アルタ・バロッサタ、トーマス・クック・ジ表では、 av と表記されるの名前が与えられ、工述する改装済み車両が、その運用へ充当されるようになった。この列車には、従来のユーロスターイタリアよりも、高額の専用料金が設定されており、高速新線上では最高時速 300km での営業運転を実施している。アルタベロチタの中には、ミラノローマ間をノンストップで結ぶ列車も、日数往復あり、それらは、 AV ファースト、アルタベロチタファストという通称で呼ばれている。2009年12月には、ボローニャ・フィレンツェ間の高速新線も開業し、これによって、ミラノからローマに至る高速新線がほぼ完成したため、AV ファーストでは、約 600km ある道区間を2時間59分で結ぶこと可能となった、フィレンツェ・ボローニャ停車の列車では3時間30分。その他、 インターシティ、インターシティ、都市間特急で用いられる客車をかつて、ユーロスターイタリアで用いられていた機関車、イター500の第一世代で挟んだ編成もあり、これは、インターシティよりも、高額の料金が設定された、ユーロスターシティ、ユーロスターシティ、トーマス・クック時刻表での表記は、イースシーの名称にて、ミラーのベネツィア関東で運行されている。1988年に、 イタリアのフィアット現在鉄道車両部門はフランスアルストム社と統合されたが開発した振り子式で動力分散方式電車の板百五十が投入されてから板十点四七零四百八十と後継の振り子式車両が続々と登場している九百九十六年にはそれまでの動力分散方式ではなく振り子機構もなくしフランスの TGV や ドイツのアイス車両であるアイス1同様、両端の電気機関車の間に客車を挟んだ動力集中方式、機関車方式の板500が投入され、イタリアでも最高速度時速 300km での営業運転が実現した。なお、この車両は、イタリアの工業デザイナー、ピニファリーナが手掛けたことでも知られている。2008年から内外装のリニューアルが行われている。 改装後の車体外装は赤をベースとして、シルバーグレーのツートンカラーを組み合わせた鮮やかなカラーリングとなり、フレキラッサ、フレッチャロッサ、赤い矢の位の相性が与えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。